皆さんこんにちは。 YSCC 監督のシタルフユウキです。毎日、これから YSCC では、トップチームのスタッフと選手が皆さんに動画を配信していきたいと思っています。そのトップバッターとして、もう私が今日は、バランスや集中力を養えるようなトレーニングを紹介したいと思います。私は現役時代すごく下手くそな選手だったんで、どうやってボールを奪うかっていったところをいろいろ考えて、日々こういうようなバランスだったり体幹に刺激が入るトレーニングをやっていました。まずはこういったボールに乗る、柔らかいところでやるとか、そういうのは心がけてください。よいしょ。でしっかりと、体幹を締めてバランスを取ると割と安定して立てるようになります。安定して立てるようになったら、例えばテニスボールなんかを壁にぶつける、で跳ね返りをキャッチするっていうような練習をしてみてください。これがうまくできるようになってきたら、2つのボールでやることもできます。でちょっと難易度は上がるんだけれども、しっかりとボールの中心を捉えて体幹を締めて姿勢よくすればいけるかな。ちょっと待ってください。よいしょ、乗れるはずです。うわっと、おかしいな。まあ練習してみてください、ね、練習したらできるようになると思います。あとはね、家にバランスボールとかある人ね、集中すれば乗れたりもします。でしっかり体幹締めて、これも同じように投げてバランス取りながらしっかりキャッチする、ね。スクワットとかをすることで、いろんな体幹にバラ刺激入りながらもできますし、すごくいいと思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあみんなもなるべくこの困難をみんなに乗り越えられるように、家にいて、感染リスクを削減しましょう。 Stay home!